11月11日朝、いよいよ第38回国際青年会議所世界大会総会の開会です。Now I have a pleasure to give him to you, that this young, energetic gentleman. ここで笹川会長は特別来賓として壇上へ。And will try to help us in the future. Thank you very much.最も敬愛する淑女紳士の皆さん、本日の大会おめでとう。どうか皆さん方とこの汚い世の中をきれいな、住みよい、平和な世界を作る旗手になってくださることを心の底からお願いを申し上げます。サンキュー、サンキュー。挨拶の後、日本船舶振興会より国際青年会議所に対し1000万円の協力援助金の目録贈呈。満場に敬意のこもった拍手が続きました。なお、この模様は同日のテレビニュースでも大々的に報じられ、人々の注目を集めました。彼得森在颁奖典礼中曾经致辞，赞扬四川良一对于青商会的贡献，并且表示希望能够获得更多的支持。夜、笹川会長は旧知の小井国陸軍上将と再会。小井国上将は小慶国総統の弟で、会長の台湾訪問の際には必ず訪ねてくるほどの間柄。この日も晩餐会を主催し、会長をホテルまで迎えに来てくれたというわけです。晩餐会には陸軍関係者、財界人が出席。笹川会長にとっても皆親睦のある人たちばかりです。お互いの再会と両国の友好親善を祝して乾杯。乾杯。小上将は自ら作曲した歌を歌い、心からのもてなしをしてくれました。